巨人と真逆の道を歩む阪神フロントの無能さが唯一の元凶か、なぜ新外国人選手の補強を怠ったのか、株主の厳しい指摘も。26日付のサンスポによれば、今シーズンで在籍2年目を迎えたノイジー、29とミエセス、29の両外国人打者が、来季の戦力構想から外れることが判明した。ノイジーの通算成績は打率、2、3、8、10本塁打。 64打点。一方でミエセスは打率、208、5本塁打、16打点と芳しくない数字に止まっている。今シーズンはほとんどが2軍でのプレイに終始しており、1軍での活躍は見られなかった。彼ら外国人選手の期待外れな結果が、チーム全体の成績に大きく影響を及ぼしているのは否定できない。前川ら若手選手や中堅クラスの選手が出場機会を得たことは、 ポジティブな要素として評価できるが、前半戦で大山、佐藤輝、森下といった中核選手が不調により2軍へ降格するという危機的状況において、ノイジーやミエセスでは戦力として明らかに役不足であったといえる。一方、優勝争いに名を連ねる巨人は、開幕直前3日前に新加入の外国人選手小道和が突如退団するという予想外の事態に見舞われた。しかしかながら その後、シーズン途中で補強したヘルナンデスとモンテスが見事に戦力として対等特にヘルナンデスは、チームにとって重要な存在となった。8月に彼が左手首の骨折で戦線を離脱した際、安倍監督は彼が来てくれたおかげでここまで浮上できたと語り、その喪失感を隠しきれない様子だった。阪神タイガースは今年6月、親会社である阪急阪神ホールディングスの株主総会において、 株主から厳しい指摘を受けたなぜ新たな外国人選手を補強しないのか、なぜ打撃不振のノイジーやミエセスを使い続けるのかと糾弾されたのだ。この問題に対してフロントは新外国人選手の獲得を検討したが、岡田監督自身がこれを強く望まなかったとされている。確かに、チームは若手育成を掲げてはいるが、今期は開幕から深刻な打撃不振に悩まされ続けていた。 ヘルナンデスのような実力ある外国人選手を獲得すれば、打線の起爆剤となる可能性はあったものの、そもそも指揮官は外国人助っ人に過度な期待を抱いていないようだ。阪神タイガースはここ数年、年俸3億円以上を費やして迎え入れたロサリオをはじめとする外国人打者が次々と期待を裏切り、成功例が乏しい現状が続いている。 昨シーズン、ノイジーはレギュラー候補として1億3000万円の年俸で獲得されたものの、打率は240にとどまり、ホームランもわずか9本と期待外れの成績だった。しかし、フロントは他球団に引き抜かれるリスクを懸念し、減俸ながらも彼を残留させる決断を下した。岡田監督はもし契約するなら、春季キャンプまでにしっかり準備してバットを振れるようにしてこいと注文をつけたものの、 実際にはその期待には慎重で、助っ人の活躍に対して半信半疑だったことは明らかである。さらに、シーズン途中で新たな外国人選手を獲得すれば、限られた外国人枠の競争が激化し、チーム内に不協和音を引き起こしかねないという懸念も抱えていた。2019年7月に獲得されたソラーテは、2軍生活が長引いた末、同年9月に1軍昇格の打診を受けた際に、 モチベーションが上がらない。という理由でこれを拒否し、結果的に解雇された。マルテの代役として期待されていたが、外国人枠の制約も影響し、一軍に定着することができず、その後やる気を失ったのが主な原因です。阪神はかつてのマートンの例を含め、スケット選手によるトラブルが少なくないんですと、球団 OB は語る。もしこのまま巨人に優勝を奪われるような事態になれば。 編成部の手腕が厳しく問われるることになるだろうファンの反応外国人野手がスタメンに名を連ねていないにもかかわらず現在の位置を維持しているタイガースの強さは目を見張るものがありますタイガースファンの間でも岡田監督の采配や発言に対する批判は少なくありませんがそれでもこの位置で戦えているのは先を見据えた岡田監督の采配が功を奏している証拠ではないでしょうかそもそも 両外国人野手が期待に応えなかったことは逆にプラスだったのではないでしょうかサンタナやオースティンのような選手が活躍してくれれば別ですがそのような選手を即座に獲得するのは最近の傾向から見ると非常に困難ですさらに獲得するなら外野手か三塁手または一塁手に限られるでしょう現状森下は人元立ちの状態で前川と井上の成長も目覚ましいですし 佐藤や大山といいった主力選手がるる中で、外野をこれ以上混雑させせ理由はありません。大山の去就によって来季の構想が変わる可能性はありますが今年に関しては彼らが必要ではなかったと思います巨人マジック3点倒の衝撃阪神に謎のマジック6が明かす異常事態商店街の裏事情とは9月26日の d n a 戦で圧倒的な勝利を収め 4年ぶりの栄冠へ向けたマジックナンバーが3にまで減少した巨人18日にマジックが点灯して以来着実にその数字を縮小させている現在2位の阪神とは2ゲーム差という状況で阿部慎之助監督は絶望する優勝奪還へと着実に歩みを進めているしかしながらそんな矢先関西地区では2位の阪神にマジック6が点灯している事実がある一体これはどういうことなのだろうか その謎めいた現場とは、阪神が日本一早いマジックを点灯させることで名を馳せる尼崎中央3丁目商店街である。この商店街に掲示されるマジックは、プロ野球の公式ルールに基づくものとは一線を画している。基本的には残り試合数を示す形で表現され、今年の3月末に開幕した際にもマジック143が掲げられていた。開幕以降 阪神が敗北した日にはその数字を減少させず、勝利した翌日には残り試合数を一気に縮小する独自の仕組みが採用されているのだ。例年、他球団に真のマジックが点灯するとその数字は消えてしまうが、商店街を訪れると、アーケードに吊るされた目でタイガーの下に優勝記念セールまでのマジックとして6という数字がしっかりと掲示されていた。この商店街では六甲卸が心地よく流れ 優勝を記念する横断幕や垂れ幕が誇らしげに掲げられている例年とは異なる得意な対応の理由阪神の残り試合数はわずか5試合となっている9月23日の巨人戦に敗れた結果商店街のマジックは6のままとなっているが巨人にマジックが点灯しているにもかかわらずなぜこの数字が掲示され続けているのだろうかそこで数字を管理する担当者として ボードの前に位置するペットショップの店長である小島晴美さんに話を伺った例年他の球団に本物のマジックが点灯すると目でタイガーのマジックは外されるのが常ですしかし今年は熾烈な戦いが繰り広げられており巨人のマジックが消滅し阪神に点灯する可能性も残されていますそこで商店街の役員たちが集まり話し合った結果引き続きマジックを点灯させることに決定しました これまでと同様に勝利を収めた日には残り試合数を一気に減らす方針を貫いています巨人がマジックをどの程度まで減少させた場合に刑事を停止するのか尋ねると可能性が残っている限りはと若干曖昧な返答が返ってきたが次のように続けた実は優勝セールに向けた準備も静かに進行中なのですしかし飲食業者はビールなどのサービスで対応できる一方で 我々のような店舗は特別に仕入れを行わなければなりませんそれでもアレンパを信じて地道に準備を続けています商店街を散策してみると優勝応援セールを開催している店舗は見当たらなかったさっきもお客さんとお話ししていたのですが現在は阪神タイガースよりも兵庫県知事の方に関心が寄せられているようですと島店長は苦笑いしながら語ったしかし 勝負時は結果が出るまでどうなるかわからないものだ。アレンパへの信頼を寄せ、マジックの転倒を維持し続ける商店街の願いは果たして実現するのだろうか。